どうもゼロワンレーシング代表の小林ですけです。今日はですね、もう今夜中なんですけど、滋賀高原の横手山で、かの有名なリッチベルガーさんとの、YouTube のコラボということで撮影をしてきました。ちょっとね、話したいことは山ほどあるんですけども、率直にも直感でね、僕が今思うことはめちゃめちゃ楽しかったっすね、撮影が。撮影もそうなんだけど、リフトで一緒に、カメラね、回ったりしてるんですけど、スキーの話とかスキーじゃない話とかね、自国オーストリアの話とか、リッチベルガーさんがスキーを始めた時の話とか、そういう話を僕の拙い英語でね、リッチさんは もちろん母国語はドイツ語なんですけど、英語で話してくれてめちゃめちゃ楽しかったんですよ。YouTube、リッチベルガーさんのね、YouTube やられてて、で、YouTube でコラボした以上はね、要は、ビジネスなんで、相手の YouTube チャンネルが成長するようなね、要はビジネスライクなことを言ってかなきゃ本来はいけないんですけども、単純にリッチベルガーさんめちゃめちゃいい人でしたね。そして、誰よりもスキーが大好きで、本当にスキーのことを愛している、本当に一スキーヤーとしてすっごい素敵な人でした。もちろん僕もね、スキーが大好きでそれを仕事にしてるので、本当にスキーが好き でそれを突き詰めている人とただ滑った、っていうような素敵な時間をね過ごさせていただきました。本当にそうだな、中でもね、ちょっと印象的だったのが、これもうめっちゃわかるっていうことが、やっぱりリッチベルガーさん、これからやっぱり YouTube ってものをね、もっともっとこう大きくしていきたいっていうね、それはやっぱり彼が、プロフェッショナルスキーヤーである以上、ある一種宿命だと僕は思うんですよ。やっぱり一昔前の、プロフェッショナルスキーヤーのあり方とやっぱり今と、これはリッチさんも言ってましたけども、コロナが来て、で自分も日本とか、ヨーロッパあるいは南半球もね、行かれてるんで、あっちに行ったりこっちに行ったりってことは国境をまたぐことが難しくなったり、お客様がリアルでのレッスンに来れなくなったりとか、そういったことがやっぱりたくさんある中で、リッチさん自身もね、これまでやっぱり雑誌の取材だったりとか、撮影、スポンサーからの契約金みたいなものに、頼れない時代になってきた。その中でやっぱりどうしたらいいのかなっていうことで、やっぱり YouTube ってものを、始めたっていうようなきっかけ。もちろんね、リッチさんは世界的に有名な方だし、僕なんかは本当に気安く話せるような方ではないんですけども、そんな中で、リッチさんが、たくさんのね、日本の、YouTube やられているスキーヤーの、そういったチャンネルをチェックしててくれて、その中に、僕のゼロワンチャンネルが目に留まったっていうような、そんな経緯で、もちろんそこにはね、マネージャーさんも、僕のチャンネルのことをよく知っててくれて、で、ちょっとコラボしませんかということで、オファーをいただいたっていうところから、始まったんですけども、そういうその理由っていうのは、そんなことよりもちょっと僕がお話ししたいことっていうのは、この YouTube って本当にこう自分で好き勝手にできる、それが良くも悪くもですよ。自分のチャンネルなんで、例えばスポンサー様がいてくれて、スポンサー様の看板に泥を塗らないような活動をしなければいけないっていうわけではないんですよ。もちろんそういうビジネススタイルで、YouTube を運営することもできると思うんですけど、そうではなくてね、やっぱり自分のブランディングで自分がやりたいようにやってくる、
なんかそういったやり方っていうのもまあ無数にやっぱあるわけですよ。でもやっぱり YouTube をやるってことは、まあ、一つビジネスとしてプロフェッショナルスキーヤーとしてやっぱりそのマネタイズしていかなきゃいけないっていうことがまあやっぱあるわけですよね。でこれ僕もすっごいわかるんですけど、まあマネージャーさんの方とか、まあ本当に撮影機材もう本当にねめちゃめちゃ俺らが使ってる機材なんかよりも本当に何十倍もいいような機材で、まあ、撮影してる、まあ、撮影クルーの方も本当そうなんですけども、うん、やっぱりねそこで、まあ、あの本当にこうなんとかなある種、まあ、YouTube ってものをこれからどういう風にリッチーさんが、ブランディングしてでそこでマネタイズしていく、でこれって、まあ、はっきり一言で言うと儲かればいいっていう風に思ってないんですね、あのリッチさんは。これ僕もすごいわかるんですけど、YouTube の運営の仕方って本当に自由で十人十色自由なもんですから、なんかその中で、例えばいやあのこうやったら儲かりますよみたいなそういうアドバイスっていうのは僕のところにも無数に届くんですよね。ただそれ確かに儲かるかもしれないけど自分がやりたいことではないっていうこういうパターンがあるんですね。まあ、要は金銭的な欲求を満たすことよりも自分のやりたいことでマネタイズする、でそこでの自分のやりたいことの欲求を満たす方が強い人ってやっぱいるんですよ。まあ僕も全くそっちサイドなんですよね。でまあ言うまでもなくリッチさんもそうなんですよ。リッチさんとすごく話しててもう本当わかるわっていう、僕も本当拙い英語でそれを伝えるのがめちゃめちゃ難しかったんですけど、まあ、なんとかこうハートとハートで触れ合うことができたのかなっていうのは、リッチさんは、はい、じゃあスキーヤー、僕自分はただのスキーヤーだと、だからそういった難しいビジネスの話とかできないし、だけどこれをやっていかなきゃいけないことも分かってると、じゃあそのやり方っていうものが問われるわけですよね。ここすごい重要なんですよ。本当にまあいつも僕言ってるように、じゃあ何億も何十億も稼ぎたいのであれば僕はとっくにスキーやめてると思うんですよ、手段を選ばないのであればね。だからなんかその自分がずっとこう未来永劫、まあ死ぬまでねプロスキーヤーでいるとしたら、それずっと続けていくには自分のやってる活動っていうのがものすごくやっぱり好きじゃなきゃいけないと思うんですよね。僕これまあある種ね、そのどうやって YouTube をやっていったらいいのかっていう、まあ、そういったこともね結構ミーティングしたんですけど、もし僕がコンサルならもうまずこれを一番に挙げますね。その、まあ、主人公であるリッチーさんがどうなりたいか、どんなことが好きなのか、要はそのやりたくないこと続かないんですよ結局は。いくらそのお金が稼げるといったところでやっぱ続かないんですよ。だからその自分の好きなことでやっていくには、それの方法っていうのをすごく選ばなきゃいけないんですよね。やっぱりリッチーさん月誰よりも愛してるから、それをじゃあ例えばそれを広めたいんだと自分は、でどんな人に届けたいかとか、そうやってどんどん掘り下げて、そのじゃあサブスクライバーを10万人とかね、あるいはじゃあ50万人必要かって話なんですよ。そうなってくると、まあ、本当に例えばじゃあ広告収入とかで得て、まあそういったところでじゃあ企業案件でね、本当に高い単価のね、じゃあ1本何十万円ですとか、これ紹介してくれたら100万円ですとか、もう本当トップ YouTuber みたいなね、そういう動きをしたいのであれば毎回毎回バズるようなね面白いことやっていかなきゃいけないし、まあいわゆる企画もんですね、もうそれに自分のこだわりなんかあっちゃダメなんですよ。だからなんかその自分の恥ずかしさとか、なんていうのかな、そのなんていうかな、こうある種自分のやりたいことよりも儲かることに全部片っ端からそれを当たっていくっていう、そういった方法もあると思うんですけども、そうでない場合っていうのはやっぱりものすごく考えなきゃいけないわけですよね。まあ、だからなんかそういった中で自分が本当に何をしたいのかっていうのを、まあ、マネージャーさんにも僕ちょっとお伝えさせていただいたんですけども、ここめっちゃ大事で、もう本当に僕も通ってきた道だからこそめっちゃわかるっす。やり方って本当無数にあるんで、で稼ぎ方も無数にあると思うんで、でまあ自分もちろんね、みんなその
本当に自分のためを思ってね、いろんなアドバイスをしてきてくれてるんですけども、いやめっちゃわかるけど、俺そういう方法じゃ多分自分が潰れちゃうと思うんだよなって。なぜならそのやり方はあまり好きではないからっていう、やっぱりこだわりってものがあるわけですよね。だから本当になんかね、そこはやっぱりリチさんにはリチさんのやり方、リチさんにはリチさんの得意なものがあるし、なんかその本当に好きが純粋に好きだからこそ、そのなんかこう光をこう消さないでほしいなっていう、なんかこう思いがすごくありましたね。なんか僕はそんな偉そうなことは言えないし、僕も本当どちらかというとね、どちらかと言わなくても、まあ本当有名な、リチさんの胸を借りさせていただいたっていうような形なんで、まあその動画の内容っていうのはまあ随時ね、追ってね動画を制作してアップロードしていくので、まあ皆さん本当に楽しみにしていてほしいんですけども、まあ本当に今回ね、まあちょっと難しいというか堅苦しい、そういったビジネスのね、ビジネスライクな話はちょっと抜きにして、めちゃめちゃ楽しい撮影でしたね。本当にまあリチさんの今の YouTube、まあ、概要欄に貼っとくのでちょっと見ていただきたいんですけども、まあこの後ね、どんどんこの YouTube チャンネルは、成長していくんですけども、今のところリチさんはそのイメージビデオに近いような形でリッチさんが、滑っているこれまでの映像っていうのを、少しずつこう世の中に出している最中だというような感じで、まあ、僕も本当これからね楽しみだなって。またなんかリッチさんがね、今回そうだな、次の動画のちょっと告知を少しさせていただくとすると、今回本当にリッチさんを、簡単に言うとね、企画としては、僕がリッチさんの、いわゆるレッスンを受けるって感じですね。せっかくなんでオーストリアから来た、本当にスキー大国、スキー先進国のオーストリアのその風土で育ったリッチーさんが、じゃあ小林慎之介の滑りを見たらなんて言うのかとかで、オーストリアのメソッドですね、ベーシックなこういう練習があるよとか、そういうのをいくつか紹介してもらって、実際リッチーさんもそれをやっていただき、でそれを、僕も、同じようにやっていくっていう、ただそれだけの動画なんですけども、でも本当に伝えたいことはねいっぱいあるんですよ。ここすごい重要ですよね。面白い話リッチーさんいっぱいしてくれたんで、ちょっとね今日いっぺんには話せないぐらいのインプットがあったんで、また動画を通してとかこのラジオを通してね、ちょっとやっていけたらなと思っております。本当にいい一日でしたね。ちなみに今日そう、僕41歳の誕生日を迎えたんですけども、最高のプレゼントになりましたね。めちゃくちゃ思い出に残る、有意義な一日でした。はい。僕はちょっとね、今後は明日久々のちょっとオフなんですけど、やっぱなんかね、今日明日はもう滑らないでこうと思ったんですけど、ちょっと1時間でも朝滑りに行こうかなってちょっと思っちゃってますね。スキーがめちゃめちゃ楽しかったんで。やっぱそうだよね、リッチーさんで練習ってそうだよねとか、スキーってやっぱそういうもんだよね、みたいな。やっぱりね、基本的には、オーストリアと日本ってそんな変わんないよってことをリッチーさんおっしゃってたんですけど、あ、そうそうみたいな、ここだけは日本人とオーストリアの感覚、オーストリア人の感覚で、ここだけは違うところあるよみたいなことも説明してくれたんで、またこれちょっとね動画の方で話していきますんで、楽しみにしていただければなと思います。はい、それでは、01レーシング代表小林慎之介でした。それではまた。